1年かけて練習してみて、また大晦日に上達してやりたいなと思って、今年はこれやりたいなと思ってるけど、ね、表でこうこのストラップで立ってね、ストラップかけて立って弾いて歌ってみたいなと思ってるんですけどね、昨日はまた休みだったね、うちで一日中寝てた感じだったんですけど、またその前の週の分のラジオラジコでね、まとめて聞いてたんですけど、伊集院さんがね、なんだろうな、あれ深夜の方かな、キリム専門店に行ってギャッベを見たとか見なかったとか、そんな話をしてたんだけど、キリム専門店に行ってギャバを見てきた奥みたいなことギリム専門店ギャバーを見てきたみたいなこと言って、で俺はギャッベ大好きだから、それは違う、それはギリムじゃねえ、キリムだろ、ギャバじゃなくてギャッベ、ギャベとかギャッベだろと思って、それはなんか薄い布切れじゃねえから人にかけるようなもんじゃねえだろとか思ったりした、聞いてましたけど、まあ伊集院さんぐらいの人でもね、まあ確か深夜番組だったと思うけど、まあ適当なこと言っていいことになってるんで、俺もここでかなりいい加減なこと言ってますけど、あ、それはそれでいいのかなと思って、なんか昨日ちょっとそういう意味ではちょっとホッとしたかなと思ったんですよ。